こんな場所で会えるなんて嬉しいな。ちょっと探し物があったんだけど、疲れちゃったから一休みしてたところ。それじゃあさ、一緒に迷宮攻略してくれないかな。足手まといになったりしないから。大丈夫だよ、それに急いでるの。お願い、一緒に行かせて。うん、キリトの言うことなら聞くよ。
はい。ナイス。わかった。足手まといにならないでしょ。この世界を壊してしまう何か、それを探しているの、多分。だから急がないといけないの。
からこそたくさん探索に出て、いろんなものと出会わなきゃいけないんだ。私は、この世界を守らなきゃならないから。というか、私のことよりも。キリトは、クリアのために頑張ってるんだよね。だったらさ、パーティーのメンバーもよく考えてさ。何よ。キリトには、もっと強力で頼りになる、お姉さんの助っ人が必要だと思う。ダメだよキリト、今で満足だなんて間違っていると思う。だって私が活躍できちゃうくらいなんだもん。もっとパーティーとしてのバランスも必要だし、一人一人ソロでの強さにももっとこだわらなきゃ。具体的に言うと、リズベットは武器に頼らず身体能力を高めるべき。私、筋力は結構上げてる方だと思うんだけど。ああ、ごめんごめん。もっと速度を上げた方がいいってこと。速度ね。火事と関係が薄いのはあんまり上げたくないんだけど。でもそれだとキリトと釣り合うパートナーになれないと思う。パートナーって言われても、私は。それにキリトのパートナーには私みたいにメリハリの効いた体が必要だし、出るとこが出てて引っ込むとこが引っ込んでる、そういった魅力的な体が必要だと思うんだよね。体つきは別に関係ん。いや、でもキリトだって男だし。キリトだってスタイルのいい女の子がパートナーの方が嬉しいよね。まあでもキリトに一番お似合いで役に立っているのはやっぱ私かな。キリト、先に進もう。